My HP サポートでケースを検索して表示する方法。My HP サポートで単一ビジネスユーザーや会社ユーザーのサポートケースを検索して表示してみましょう。お使いのコンピュータまたはモバイルデバイスで support.hp.com/jp-ja にアクセスします。ビジネスサポートにカーソルを合わせるか選択して。 My HP サポートユーザー名を入力して次へを選択しパスワードを入力してサインインを選択しますご自分のケースを参照したりフィルターしたりするにはマイビューセクションまでスクロールします最近のケースを選択すると選択したアカウントで作成されたケースのケースサマリーを確認できますサイト名ドロップダウンを選択してご自分のサイトを選択すると そのサイトのケースのみがリストに表示されます。列見出しを選択すると、その見出しを基準にケースリストが並べ替えられます。お気に入り列でスターを選択すると、そのケースがお気に入りのケースタブに表示されます。頻繁に使用するケースには、お気に入りとしてタグ付けしておくと簡単にアクセスできます。Excel にエクスポートを選択すると、 最近のケース情報が Microsoft Excel ファイルにエクスポートされます。この機能は他のタブにもあります。最近のチャットを選択すると、選択したアカウントでチャット経由で開始されたすべてのケースのリストが表示されます。サイト名、ドロップダウンを選択して、ご自分のサイトを選択すると、対応するチャットケースが表示されます。チャットケースは一部の国でのみご利用いただけます。 会社別を選択すると会社に関連付けられている全てのサイトで作成されたケースが全て表示されますサイト別、製品別を選択すると製品のシリアル番号でケースを検索できますサイト名、ドロップダウンからサイトを選択します検索フィールドに製品のシリアル番号を入力しキーボードの Enter キーを押します MyView に戻ります最近のサービス注文を選択すると アカウントで作成されたすべてのサービス注文を確認できます。ケース ID を選択すると、そのサービス注文のケースサマリーページが表示されます。部品とサービスセクションの横にあるプラス記号を選択すると、サービス注文の情報が表示されます。マイビューに戻ります。最近の部品注文を選択すると、アカウントの部品注文がすべて表示されます。 オンサイトの定期訪問に関する作業指示情報も閲覧できる場合があります。ケース ID を選択すると、その部品注文のケースサマリーページが表示されます。部品とサービスセクションの横にあるプラス記号を選択すると、サービス注文の情報が表示されます。マイビューに戻ります。私が送信したケースを選択すると、現在のユーザーが送信したケースがすべて表示されます。 ケース id を選択すると送信されたケースのケースサマリーページが表示されます。my view に戻ります。お気に入りのケースを選択すると、お気に入りのケースのリストが表示されます。既存のケースを検索を選択すると、ケース id を使用してケースを検索できます。ケース id を入力して移動を選択すると、ケースのステータス情報の概要、その他のケース情報が表示されます。 詳しいケース情報を確認するには、セクションの横にあるプラス記号を選択するか、すべて展開を選択すると、すべてのセクションの情報が表示されます。